え、なんかこのトイレ怖いわ。ここしか着替えるとこがないから。いや、ほんと怖いここ。この下に水着を履こうと思ったんだけど、もう怖すぎて出てきたわ。あ、ちょっと待って待って、やばいやばい、パンツが出てきた。ここで多分泳げるのかな。カメラの充電ばっかりしてるから自分の充電しないよ。サーターアンナギーもね、全部食べちゃおう。もう今日の食用はね、あとなんだっけ、チーブーサーじゃなくて、レッツゴーだ。うわぁ、白い、白い、白い。うぅ、気持ちいい。あ、寒くないかな。さて、おぉ、はいはい。この子の楽しそうに、なんかサップかなんか乗せてもらうことになりました、ね。おお、かっこいい。いいだろう。めっちゃいい。おお、すごい。俺がサップで見て、見てこねえと思う。いつもここにいるんですか？いるよ。へぇ。
シャワーを借りることになりました、というわけで、シャンプーもさせてもらってシャンプーさせてもらって全然釣りできなかったけどめちゃくちゃ楽しかったです。本当になんか何もなくてもいいなって思いました。あんな綺麗な透明度の高い海と多分星空とかもすごく綺麗だと思うし心が豊かになれると思います。ストレスフリーだね。でも人間はストレスが多少あった方がいいらしいですよ。私はよくストレスなさそうとか言われますね。ありますよ、この不安定な生き方。チャンネル登録よろしくお願いいたします。